はい、ということでやっていきたいと思います。同点師です。よろしくお願いします。では試合の方やっていきましょう。本当に久々に撮りますねってことを毎回言ってる気がするんですけど、本当に久々なんですよね。ため撮りしててっていうところもあるので、本当になんか1ヶ月ぶりぐらいじゃないか5日やるのが。なんでじゃあなんでそんな久しぶりになったかって言いますと、自分の部屋クーラーがないのでね、この期間取れなかったんですよね、暑くてという理由です。単純にそれ以外の理由はないっていう。ちょっとね、忙しさ自体はねだいぶ落ち着いてきまして、もう結構時間にゆとりができてきたんですけれども、なので、まあ、アニメ見たりとか、ね、時間がないとできないことをやっておりますけれども、その中でねなかなかちょっと撮れなかったと、動画を暑さのせいで撮れなかったっていう事情があるので、勝手に暑いせいにしておりまして、まだねでも全然暑さ続いているので注意していきたいところですね。はい、ということで試合の方なんですけれども、1回の表は、まあ、得点圏に置きましたが点が入らずと、で相手1番の清水がなんか初球バントしてくれて、ボーナスステージボーナスステージ、なんか FH ってなんかね、なんか下位打線になるにつれてなんか打率が上がっていくという謎の、打線を組んでおります。まあなんかいかにもなんかそういう監督批判されそうな打線の組み方をしておりますけれども、はい、結構ねそういう謎采配をするっていうのがね、ある意味 NPC の監督の特徴でもあるので、アウト、まあ、それもね楽しんでいただけたらというふうに思うんですけれども、はい。でまあ、アップデーが来まして、バージョン 8.39 のアップデーが来て、最初の動画撮りとなりますけれども、バージョン 8.39 で何のアップデーがあったかっていうと、打席結果が詳しく見れるというふうになったっていう、あれ？それだっけ？もうダメだ。久々すぎて、もう、アップデー何があったのかすら覚えていないんですけれども、なんかそれと、あとあれか、登板な何日前みたいな。で、登板何日前がめちゃくちゃ嬉しいなと思ってて、いや、もちろん打席結果が表示されてもめちゃくちゃ嬉しいんですけど、なんでかっていうと、こうやって動画をね、久々に撮るときに、全然、ね、前の試合がどんな感じだったのかみたいなのがわかんないんで、あれ、このピッチャーどんぐらい連投してるんだろうみたいなのがね、わかんないんですけど、わかんないんですよ、と。うん。あれって、なんか、その登板、まあ、1日前とか、なんか何連投みたいなのもね、示してくれると、嬉しいなと思うんですけど、例えばまあ普通にね当番3日前2日前とかはいいんですけど、1日前だったらね今3連投中とかそういうの表示されてくれるといいんですけども、なんかどうなんですか、ちょっとそこら辺の仕様ちょっとまだ詳しく見れてないので分かんないんですけど、ただねなんかその1軍2軍なんかオーダー設定する画面でもなんか何日前みたいなのがちゃんと表示されるので、それありがたい。この データ画面で表示されるんだっけ、データ画面では表示されないけど。あ、そうそう、このね、ちゃんと吸収みたいなのが追加されまして。めっちゃあるな。どんだけあるのこれ。これちゃんと足して100になってる、これ。30、50、50、あ、100か。だいたい 100? あ、フォークが強いな。フォークが決め球。ね。マック139だけど、たくさんある変化球を駆使して抑えていくタイプと。まあ、技巧派なんで、まあ、まさにそういう感じ。なるほど。ちょっと。ということでね、そのフォークをいきなり2球目に投じておりますけども、決め球のフォーク浮いてますけども、フォアボール選んでいきます、私。あ、ほら、緑になってる。なんかフォアボール緑ってなんかすごい新鮮だな、この表記の仕方も。おっと、裏口桃か。いいよね、なんか。要は紫だ。ギダ紫。なんか、すごい違和感しかないな、ギダ紫は。そう、裏口桃か。ももかって名前可愛いなと思うんですけど、自分だけですか。で、まあ、名前は一応僕は設定してはいるんですけど、裏口ももかって、もともと FH にいたっけ、元から FH にいたかどうかが、FH にいたかどうか疑惑はあるんですけど、あ、でも FH にいたかな、元から。なんか、まあね、なんか、結構たまに選手移籍とかみたいなのがあるんで、しかも結構ドイツリーグ移籍があるので、なので、なんか裏口ももかって別のチームで見かけたような気もしなくもないという感じですね。高砂が一番ホームランっていうのかな、チームで。28本と。高砂は警戒しないといけないバッターの一人ですね。バッターは並木から始まる打順ですよと。ただ並木にはちょっと調子があまりよろしくないと。先ほどもね、チャンスで凡退しましてといったところですか。
なかなか、ちょっと全然チーム状況が分かってないので あれなんですけど、とりあえずチームが今4位に沈んでいて、そこそこやばいよっていうとこしか分からん。これはエラーか。これは記録エラーですか。今の記録エラー。ヒットじゃないか。エラーだな、あれ、どう見てもな。内野安打かと思ったらエラーか。エラーだとね、打率が下がるんでね、あんまり嬉しくはないんですけど。また山野由紀子です。こんな打率1割7分4厘をなんで出してんだって話なんですけど、間違って出しちゃったんですよ。間違ってね。前回の試合で。間違って出しちゃって、で、なんかスリーラン打っちゃったから、で、スリーラン打った翌日に出さないわけにいかないでしょ。っていう理由で、スタメンで出しております。山野由紀。まあでもね、かつてはね、かつては、おお、すごい、エラーアウトになるんだ。かつては、ホームラン30本打ってる選手ですから、一応、ね、山由紀。ああ、見えて。もう今はなんか、完全に守備固め専門の選手みたいになってるけど、かつては30本塁打打ってるちゃんとした選手だね。なんか守備固めの選手はちゃんとしてない選手ってわけじゃないんだけど、まあ、そう、打撃はちゃんとしてるのよ、一応。打撃センスはあるんだけど、まあ、ちょっと、なんなんだろう、調子悪いのか、劣化なのか。めっちゃフォーク投げてんな。もう変化球の球種多いせいで、なんかフォアボールになってない、それ大丈夫？大丈夫そうですか？バントですね、これは。まあ、ふじかけなんでバントです。ふじかけなんでバントです、これ。あ、オッケーオッケー、いいです、初球で。しっかりと決めました。カーブね、カーブって地味にバントしにくいボールなのか分かんないけど、荻原が2打席連続フォアボール。ただ、ヒット1本しか出てないのね。なんか結構、塁に出てる印象はあるんですけど、なんかすごい、このなんか、表記の仕方がすごい、なんかね、新鮮。これよく見る表記だけど、いつかんで見ないからマジ新鮮なんだよ、この表記の仕方が。一比っていう、なんか、今までね、なんかすごい、ごちゃごちゃしてたもんね。なんか、ささ前、まあ、前、後ろとかどうでもいいんだよと思いながらね。どうでもいいんだよと思いながらっていうところがあるんですけれども。さあ、ここでゲッツ。お、素晴らしい、いいですね。さあ、バッターは三沢ですね。まあ、そこを3人で終えられるのは素晴らしいことです。いやね、浅川が頑張ってるから、ちょっと、なんか、頑張ってほしいんだけど。なんだかんだね、出塁はしてるんですけど、そこは、あとは続かないということで、まあ、なんか、チャンスで点入るのは一番もどかしいというか、ですね。なんか、全部ボール球なのにな。もう、全部ボール球やん。なんでボール球振ってんの？ 振らされとるやん、完全に。このバッターボール球投げときゃいいだろう。あ、これ柔道のホームラン。まあ、柔道がね、ここ最近打率をめちゃくちゃ上げてきまして、直近10試合で23安打ということで、かなり好調をキープしておりますよということで。バッターは錦織です。錦織がちょっと最近調子落ち気味なのかもしれないが、ここでしっかりとツーベース打っていく。いいですよ。ここでね、同点で終わるのか、それともここでね、一気に勝ち越しまでいけるのか、それだけでもかなり違う。さあ、今日2三振の山野ですが、果たして。キャッチャーフライト。ということで。まあ、前に飛ばせ。とりあえず。とりあえず前に飛ばそうか。さあ、バッター1番の清水。ここ先頭抑えられるかどうかが結構大事になってきますね。まあ、2割3分とはいえ、調子がかなり上向きなので注意したいところですが、しっかり打ち取っていきます。この進路もね、ホームランもあるので、警戒しなきゃいけないバッター。それに、なんか打率の割にね、かなり。だからこれはボーナスステージ。なんか好きだね。セーフティーバントさせるの好きだね。随分と。高砂でも最近調子悪いらしいんで、それは朗報かもしれない。浅川頑張るの？本当は大田原がね、先発する予定だったんですけど、大田は怪我してて、なので2軍にいた浅川を久々に、まあ、久々とうとう久々でもないと思うんですけど、あげまして。なんか嫌だな、この緑と紫の組み合わせ。なんか、目に悪いよね、これ。この色の組み合わせ。まあ、普通分かりやすいんですけどね、すごく。あ、フォアボールだな、犠打だなっていうのが分かる。めちゃくちゃ分かりやすくていいんですけど。いいです、荻原。もう猛打賞ならぬ、もう猛虎賞。猛虎賞ですね、素晴らしい。さあ、青木かりんもうちょっと頑張ってくれ。フォアボールでもいいよ。ああ、打っちゃうか？打っちゃいますか？セカンドフライ。あ、今ね、今、見ました？ランナー自動スタートしてたんですよ、今。僕は完全に見逃してたんですけど、見逃してはないけど、反応遅れちゃったけど、フルカウントだったのね。フルカウントになると自動的にランナースタートを切るよということで。いや、これめちゃくちゃね、なんか地味に、なんかすごいリアルに近づいた感があるアップデですね。ああ、すごい、もう、この試合だけでアップデ紹介ができると。まあ、アップデ紹介はね、以前したんですけれども、ここでもアップデ紹介ができるということで、まあ、二度美味しいと。まあ、なんか最近っていうか、いつかの制作者さんが、なんか、パソコン壊れて、パソコン買って、
ね、なんか、新たな要素追加だっけ？何の要素追加されるのか全然覚えてないんですけど、新たな要素が追加されるよということでね、もしかしたらこの動画が上がる頃にはもうすでにアップデートがなされているのかもしれないんですけども、はい、ということです。柔道、もう柔道しかなんか頼れる選手がいないっていう、なんか悲しいな、そんな。悲しい。なんだ、直近5試合の OPS 1.571って。錦織、頼む。でも今日ツーベース打ってるよ。今日ツーベース打ってるよ。1割67人だけど、そんなの気にしない。そんなの気にしない。あ、いいよ、フォアボールもいいよ。ボおい、ちょ、待って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 、今の何？今の何？ 待って待って、二塁ランナー今スタートシュートしなかった。ちょ、待って待って待って。いや、これ疑惑。今の疑惑だろ、ちょっと。どういうこと？それはさ、それはちゃうくない話。それはさ、なんか違うよな。え？てか、北沢なんか、北沢とか富士塚とか、え？そんなの一軍上げてた？あ、やっちゃったか、俺。やっちゃったかもしんないな、ちょっと、待って。やっちゃってるね。ああ、やっちゃってる。ああ、やっちゃってるわ。ああ、多分お任せでやっちゃったな、これな。やば。あ、やっちゃった。お任せで。お任せ押してないんだけど。待って、押したはずなのに。じゃ、間違えてお任せボタン押しちゃって、いいえ押しちゃったんだよ。いいえ押して、キャンセルしたつもりなのに、なんか、え？ちょ、それない。待って、おかしい。なんか、知らん選手入ってんなと思ったら、いや、知ってる選手だけど、知らん選手入ってんなと思ったら、そんなことある？ちょ、待っトライ。て。ちょ、待って。10日間あげれないじゃん、下山田とか。あ、ごめんよ。ファ下山田ごめんよ、マジで。そんなことある？ル。アウト。そんなことあります？ ちょ、待って。だと、センター守れるぞ。俺、福留とかあげとる場合じゃないだろ、マジで。こんな、なんのこの汎用性のない選手ばっかあげるんや。ちょっと困る、困る、困る。やばい、守備が大変になるって。浅川、60球ってえぐいな。ちょっと、今日2安打打たれてるけど、多いよ、そんな、2安打打たれてる神のさえも抑えていく、浅川。OK、取れるよね。よしよし。さあ、変わったところに打球が飛ぶということで。センター2学期。おー、ちょっと、そんな、なんか、こんなシーズン途中でお任せ使うわけないでしょうが。まあ、こういうね、ミスがあるので、皆さんはお気をつけくださいということで。いやー、ちょっと、直近10試合の打率0割3分7厘って、ちょっと、どうなんですか、玉木さん。絶対スランプやるよね。どうしよう。ね、昔はね、昔の質感はね、なんか、めっちゃスランプです、みたいな。スランプの表示が当たり前みたいな感じだったんですけど、それがなくなって、表記がなくなったのかな？表記がなくなって、間違いなくスランプだよなというところで、どうしようかな。玉木道子、ちょっと、さすがに0割3分はひどいなとは思いますけど、どうなんでしょうか。さあ、いよいよ。てか、およくの9回まで投げさせるのは、なんかちょっと、もう150球超えてるけど。半ば拷問に近いだろ、それ。ミートかな、頼むよ。ファン。さあ、ちょっと、アギラール。まあ、元うちのチームなんですけど、元うちのチームメイトなんですけども、アギラールとバンハードがトレードしたからね、確かね。アウト。このトレード対決、アギラール2軍配が上がっていく。ピッチャー変えますかね、ちょっと。全然完投してもいいよ。全然余裕あるけど。全然余裕あるけど。でも、リナレスがね、前回5日前ということで、しばらく登板しないので投げさせましょう。あ、いいね、これ便利だね、本当に。この前回登板が表示されるの。いや、ね、すごい便利ですね。こんななんか、いつ登板したかみたいなね、なんか全然、記憶力が悪い僕でも見れると。で、そのリナレス、ちょっと、リナレス、リナレス、リナレス、ちょっと、待って、頼むよ、リナレス。リナレス？アウト。OK、リナレス。で、アコスタ、全身だな、これな。点やれないからな。点やれないから全身なんだけど。OK。これはいけないね。よしよしよし。よし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 。ビビアン、ビビアン、ビビアン、ビビアン。ビビアン、ビビアン。ちょっと。リナレス。ストライリクナレアウス、ト。よしよ。怖いリナレス。アナスターシャス的だ。実況者殺しのアナスターシャス。やめてくれ。アウト。もう、アナスターシャスのおかげでだいぶ慣れてきた。でも、まあ、相変わらずね、滑舌悪いんで あれなんですけど。10とか今日4本目のヒット。
柔道がマジ覚醒してるわ。うん。まあ、柔道覚醒すんだな。さあ、錦織は今日はいい仕事しますよ。2種類。しかも、うちツーベースヒット1本ということで。な、右狙い。右狙いって分かってる。なんでこの場面でその当たりを打てるの。ちょっと岩切以外にセンター守れる奴がいないんで岩切打たせます。おかしいだろう。なあ。なんだこれは。どういうこと？え、待って、林田もいなくなってる。え、待って。なんなんこの、え？え、この中継ぎなんなん？え？髪が21日前、マジ？あ、そっか。そう、上がってきたんだよね。そうね。上がってきたからってことか。上がってきたから、あ、そっか、21日前なのか。もともと2軍にいたのか。ちょっと待って、ね、林田落ちるの、マジでわけわからん。ね、ちょっと、うちのセットアップ落とされてるんですけど。ちょっと困る、ひど。さすがにひどいって。なんか、しょうもないやつ、1軍に上がってきてるし。こんなの、今年1軍上げる予定なかった選手が上がってきてるっていうのはね、衝撃。皆さんは気をつけましょう。マジで。お任せボタンを押すとこうなりますんで。いやいや、それはどうなんですか。おこのピッチャーストレートとカットしか投げんぞ。ストレートとカットしか投げないから攻略できるだろ、それは。うん。攻略できない。寺口。寺口みなもなんか、ね。なんでこんなストレートでカットしか投げないのにこんないい成績残せてるのか、その謎を知りたいんですけれども。うん。また、荻原まりもです。あ、今日4四球。通算4100打席達成ということで、なんか中途半端ですけどね。すごいな、4四球って、どなぎ出塁率稼いでるんやって話なんですけど。さあ、三沢ホーム今日は3三振ということで。ただ、また他のピッチャーはマジしょうもない、しょうもないって言われるか。しょうもないって言って怒られる。マジでどうする？まあ、痛みか。一番マシなの痛みか。どうなんだろう痛みもな、なんか、今シーズンそんな調子いいわけじゃないんでね。あ、オッケー、とりあえず先頭ちょっと行く。まあ、三沢打ち取れれば、まあ、どうにかなるか、うん、とりあえず、引き分けに持ち込みたいっちゃ持ち込みたいですね。となると12回は、石井瞳か、まあ、根岸か、どっちか。まあ、ちょっと、OK、3人で打ち取った。素晴らしいですね。ちゃんとし、好調、進路もしっかりと抑えていきまして。さあ、井川だったらいけるくらい？わかんないけど、井川なんていたっけ井川なんていたっけなぁ。ちょっと、あんま覚えてないけど。でも、ね、20登板してるから、それなりにって感じが。ファンハード。ストライク待って、あ、ダイソー出すか。このタイミングでダイソーっていう。青木ね、なんかそんな足速くないっていうのはね、実はそんな足速くないっていう。で、まだ走らせなくていいか、並木打たせて、ツーアウトになったら走らせよう。うん。って言って、ゲッツーで終わるみたいなね。うわー、なんかゲッツーではないけど、それはどうなん？いや、でもこれはね、打たせるか、柔道だもんね。もう今日一番期待できるバッターだもん。いい、すご。どんだけヒットすんの、柔道。錦織だ、もう気合いだ。勝負 E マイナスだけど気合いだ。ストライク。さあ、見せろ。錦織の気合を。キャプテンの気合を見せてくれ。うん、ショートゴロ真正面。これで勝ちはなくなりました。石田夏野に代わって、セカンド、多分北沢がいるよね。今日北沢がいるので、セカンドに北沢。なんで藤塚とか上げてんの、マジで。許せんねんだけど。相手がね、まあ、ちょっと、石井ひとみか？石井がね、左なんだけど、相手の高砂がですね、対左の方が弱いんで、左ピッチャーぶつけましょう。ちゅうことで、うん、石井ひとみ、根岸も左でした。対右はどっちも0-0ね。オッケー。さあ、石井行くか。さあ、防御率 2.84、石井ひとみ、頑張ってくれ。とりあえず、対左マイナス1というところを、訴えていこう。よし、オッケー。先頭を抑えるのでかい。で、アコスタは、どっちもプラス1だから関係ないよと。うん。どっちもプラス1だったらもうその関係ないと。ストライク、アウト。ただのバフ。ビビアンプラス2。ビビアンプラス2。でも、いける。でもいけるよ。いける。変えといてよかったか。変えといた方がよかったか。対左プラス2、強いな。そうか。いやー。いけるとか言ってんの、フラグやん。思いっきりフラグ回収していく。そんなことある？いや、もうここまで行って負けんのはないよなぁ、ちょっと。
ここまで行って巻きますか。いや申し訳ない。いやでもさすがに変えられんでしょ、あんな2アウトポンポン取ってね。うん、やばい、もう 5位も見えてきてる、やばい。ちょっと3位まで 5.5 ゲーム差、なんでそんなゲーム差つけられてるんですかって話なんですけど、残り試合も少ないですしね。ちょっと1試合1試合ちょっとごめんなさい、大事に戦っていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。